My name is Yoshihiro Nishimura. I directed Tokyo Gwa Police.僕は10年ぐらい前に作った、アナトミア・エクスティンクションっていうインディペンデント、まあ、ショートのムービーがあって、でそれを元にリメイクした形です。ほとんど僕が形を作ったものを、スクリプトしたの形を作ったものがあって、でそれをまず脚本の形にしてくれた人と、もう一人は、それまたその脚本をもう一回なんだろう、こう脚本にちょっと人間の厚みを入れ、人間関係の厚みを入れてもらった。ミレーブラスターズは12月に発売するだろうと言っています。いや、アメリカの人たちはすごい反応がいいです。で日本だとこう、うわーって血が出たり頭がボーン、爆発したりしてもこんな感じでも、アメリカの人たちはもう頭ボーンって爆発して、あーってやってくれるから、すごい反応が良くて、またみんなに見てもらいたい。日本の人たちは結構ね、すごい静かで見ますよ。すごくあります。すごくあるし、まあ僕はやっぱりその特殊メイクっていうか、ビジュアルの方でこうどうやって見せるかっていうのをいつも考えるから、特殊メイクをやっているから、なんかそういう何ができて何ができないかっていう、その範囲みたいなこととか、何が時間がかかって、これは時間がかからなくて、いい効果が生まれるとかっていうのが全部分かってるから、いろいろと時間の短縮になってローコストになったりして、やりやすいと思う。ずっと続けてればいつかなんとかなるよ。Thank you.